チャロブラ。ナマステエブリバディ。はい、というわけでね、チャロブラザーズのスタージなんですけれども、今日もね、元気に講座やっていこうかなと思うんですけれども、ちょっとね、今日は予定を変えてですね、カーストについてね、ちょっとやってみようかなと思います。本当はね、インドとポルトガルっていうことでね、前回の大航海時代に引き続いて、ヨーロッパとインドの関係ね、やっていこうかなと思ったんですが、今日ね、本当にちょっと残念な記事を発見しましてですね、どことは言わないんですけど、ネットでカーストについての解説があったんですね。で、それがものすごくね、カーストのその根本的な理解というか、もっと言うとインドに対する尊敬のないようなね、記事だったので、ちょっとね、改めてカーストについてね、皆さんやっていこうかなというふうに思います。で、特にカーストにまつわる5つの脳っていうことでね、皆さんが誤解しがちな部分をね、ちょっと5つ、選んで、それを全部ね、違いますよっていうことでね、1つずつ説明していこうかなと思います。それでは行きましょう。チャロ。というわけでね、一つ目から順番にやっていこうかなと思います。一つ目、そもそもヒンディー語じゃない。これ面白くないですかね。カーストってね、だいたい辞書とかウィキペディアとかいろんなもので引くと、だいたいこう書いてます。インド特有の身分階級制度ですね。インド特有って書いてる。ということは、カーストっていうのも当然言葉としてインドの言葉ヒンディー語なんでしょって思うんですけど、実は違うんです。これそもそもカーストっていうのはポルトガル語のカスタっていう言葉から来てるんですね。血族とか姻族、血姻っていうのを表す言葉からカーストっていう言葉になってるんです。ってことはだよ、そもそもインドにはカーストっていう概念はなかったんですね。今後のシリーズでね、説明しますけど、ポルトガルっていうのがインドで初めてね、来て商館を設置して、貿易を開始した、そういうヨーロッパの国なんですね。で、そういう国からインドの、当時の社会風景を見ると、なんか階級制度があるようだな、じゃあそこに名前を付けようっていうことで、カースタ、カーストということで名前が付いたんです。なのでインド特有の身分制度ではありながら、言葉自体はポルトガル語から来ているってことをぜひ覚えておきましょう。じゃあ6番。はい、2点目いきます。ガチガチの制度じゃないこれ、いきますけれども、カーストね、インド特有の身分社会制度、身分階級制度って、制度っていう言葉がつくと、なんかすっごいガチガチなもののような気がしませんか。例えば法律とか、政令とか、そういう書かれたルールでなんか出されたものなんじゃないかなと思うかもしれないんですけど、それは違いますね。ガチガチの制度じゃないんです。そもそもね、一応説明しておくと、バルナっていう制度、これが身分制度で、上から順番にね、バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラ、それぞれ聖職者、王族、一般市民、それから奴隷と、で、プラス、不可職選民、アンタッチャブルっていうね、5つのこうグループ分けがあるんですけれども、実際ね、時の経過とともに、これ、もっと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 細分化されていきます。ね。で、自分がどこのそのバルナに属しているのかっていうのをね、実はかなり初期の制度では固定されてなくて、もし自分が、いや本当はシュードラっていうところに属してるけど、僕はバイジャだと思うんだって言ったら、実は異議申し立てが当時はできたとかね、いろんなことがあるんですけど、とにかく何が言いたいかっていうと、これは絶対に決まったガチガチのピラミッドじゃなくて、その中にはさらに細分化されたものがあって、その間の行き来もね、当時はあったんですよね。なのでガチガチの制度じゃない、これはまずしっかり覚えておきましょう。じゃあ6番。3つ目いきましょう。そのままイコール差別じゃない、つまりカーストイコール差別っていうのをそのまま意味するわけじゃないっていうことです。これはね、しっかり覚えておきましょう。カーストね、さっきも言いましたけども、ポルトガル語ですと。で、インドのローカルの言葉で表すと、実はこの2つの概念にね、分かれるんですね。それが1つがバルナっていう色っていうのを表す言葉、それとジャーティーっていうね、羊、を表す言葉です。で、バルナっていうのは色なんですね。なんで色なのかというとね、これ歴史に実はヒントがあって、はい、
これね、インドの地図見てください。ここね、もともとインドっていうのはドラビダ人っていうね、皮膚が比較的黒めな、人種がいたんですね。で、そこに実はヨーロッパからね、アーリア人っていう、今のねイラン系の人たちですね、その人たちが来て征服をするんですね。ここにねカイバル峠っていう峠があってね、そこを越えてくるんですけど、でこのアーリア人っていう人は比較的肌の色が白い人種なんです。なのでアーリア人とドラビダ人で実は白と黒に分かれてるんですね。で、こっからが大事。なんでこうやって色っていうので分けたかっていうと、アーリア人昔はヨーロッパにいました。なので北の気候には慣れてるんですね。寒くて、空気が乾燥してる、そういうところには慣れてるんですけど、こっちに来るとね、南あったかいし湿ってますよね。なので何が起きたかっていうと病気なんです。当時北の気候にいた人たちが南に来て病気になった。で、彼らはどう考えたかっていうと、それはドラビダ人と一緒に行動してたり、場合によっては結婚したり交わったからこそそういう病気になったっていうふうに考えたんですね。だから差別とかじゃないんです。アーリア人はアーリア人としての生活を送りましょう、ドラビダ人はドラビダ人としての生活を送りましょうっていう区別が元々のバルナの色っていうところの語源なんですね。色の違う人たちは違う場所で生きていきましょうっていうのがバルナなんです。ジャロガ。そしてこのジャーティーですけれども、出自と書きました。もっと言うとね、何の出自かっていうと職業の出自です。だから同じ職業を持ってる人たちで集まっていきましょうというね、だから日本で言うとカーストとかそういう階級の話よりも村社会って言った方がいいかもしれないね。実際に同じような仕事をしている人たちのグループのことをジャーティーと言うんです。なので別にそこに上下関係はないよね。だからあくまでもジャーティーも区別の概念なんです。そこに上下関係は特に発生していない。だからもともとはバルナ色もジャーティー出自も区別だっていうことをね、しっかり押さえておきましょう。なのでそのままイコール差別じゃない。もちろんその後に差別の概念も出てくるんですけど、それはだいぶ時代が後になってからの話だということでね、覚えておきましょう。じゃあ6番、4つ目、これもよくある誤解なんですけど、インド人はみんなそうじゃないんです。どういうことかね、なんとなくカーストって聞いてインド、独自の身分階級制度って聞くと、インド13億人全員がこのカーストっていう制度に巻き込まれてるかのように思いませんか？思いますよね。僕は最初思いましたね。でも違うんです。これはあくまでもヒンドゥー教、それからその元になったバラモン教の考えであって、そこの外側にいる人たちからすると全然関係がないんです。だから最初にね、こういうバルナ制とか、こういう身分制度が現れた時に否定した人たちっていうのがいるんですね。例えば仏教を、始めたブッダとかね、それからジャイナ教を始めたバルダマーナとかね、そういう人たちがいて、その人たちには全く関係ないんです。彼らはこれを否定して信者を取っていった。で、さらに言うと、イスラームの人たちもそうですね。イスラームなんかも、特にこことはね、関係がない。なんでかって言ったら、発生した場所が違うからね。とかね。あと、インドでももう一つありますね。シク教。シク教も別にここには入っていない。なので、インド人はみんなそうじゃない。あくまでも、ヒンドゥー教の世の中で通用していたものなんだ、ということです。じゃあ、6番。ということで、最後5つ目。これがね、一番伝えたかった。ビジネスの世界で語るのはタブーです。これはね、絶対にインドに来る人は覚えておいてください。なんでかっていうと、いろいろね、1から4書きました。でもね、実際確かにカーストっていうのが最後ね、3番とは違ってね、差別につながったんですよ。ね。なんだけど、それってどうしてかっていうと、昔々のね、例えばムガル帝国とかね、その後に植民地化をしたイギリスとかね、そういう時の権力が、こういう上下関係のある社会システム、これをうまーく利用して、統治を行ってたんですね。なので、実はその、インド、もともと古来からこういう仕組みはあったものの、実際これが強化されたのはムガル帝国とかイギリスの植民地になってからかなりね、
近代の話なんです。で、それもしかも政治的に利用されたっていう経緯があります。だから、インドね、1947年の8月15日に独立するんですけど、まず最初にやったことっていうのは憲法を作ること。で、その時に、ね、今までは上に統治する人たちがいて、そこに下にインド人がいたけれども、今度は自分たちで国を作っていこうっていう話になった。その時に、こういうね、差別につながるような仕組みっていうのはもう政治とか経済、いわゆるビジネスの世界からはもう全部排除しようってやったんです。だから実際に、インド憲法ね、作られてるんですけど、そこでは明確にカーストによる差別っていうのを禁止してるんですね。で、ビジネスの世界、もうちょっと言うと経済の世界でも、実はこれはタブーになっていて、どうしてかっていうと、これね、もともとジャーティーっていうのは4000から5000ある職業集団だっていうふうに言われてるんです。なんだけど、でもそれってずーっと昔から続いてるの。だから最近のね、例えば、金融とか、それから IT とか、もっと言うとフィンテック、アグリテックとか、そういうところなんていうのは、そのジャーティーのどこに入るかっていうのが位置づけとしてわからない。わからないってことは、もうジャーティーなんてものは今の職業選択からするとかなり無意味なものになってきている。なのでビジネスの世界ではもうそういうね、バルナとかジャーティー、そんな話をするのはもうやめましょうっていうことに今なってきてるわけです。なので、今でもね、例えばそのカーストの名残というかね、カースト的な考え方で、同じジャーティーの人、としか結婚しちゃいけない、違うジャーティーで結婚したら、駆け落ちしなきゃいけないとかね、それから挨拶もね、上下関係がしっかりしてるとかね、なんかそういうことはあるんだけど、ここビジネスをするっていう考え方でいくと、あまりね、ここは気にしない方がいいというか、意識的に無視をするっていうことも大事だと思います。ビジネスの世界でね、こういう話をしても、メリットになることは一つもありません。だし、こういう話をね、もしして、インド人のね、例えばプライドとかね、もしかしたら傷つけてしまうかもしれない。そうするともしかしたらマイナスかもしれませんよね。ビジネスの世界でプラスの要因が全くなくてマイナスの要因が予想されることがあったらどうしますかね。その行動はしませんよね。なので、もちろんね、友達、仲いいインド人の友達ができて、例えば違うカーストの人と恋に落ちちゃった時に結婚したりするのとかね、そういう風に個人的な興味として聞くのはいいと思うんですけどね、別にインド人って相手は歴史学の参考書でも何でもないので、そういう人たちに対して、闇雲にね、カースト人ってどうなりますかとかね、そんな感じで上から目線で聞くのはあんまり良くないのかなというふうに思うし、まして、インドのね、そのカースト制度についてこういう理解もなくね、カーストってすごいこう全人代的なものだよね、だから僕たちの、先進国の経済を、インドに植え付けてあげるんだみたいなね、そういうのとかってあんまり良くないかなというふうには思うんですよね。なのでやっぱりね、ここ5つ、よくある誤解だと思うし、僕も実際ね、インドに来るときは、誤解をしてたポイントなので、しっかりね、このあたりは押さえておくと、より、インドでの生活、旅行、観光、うまくいくんじゃないかなというふうに思います。じゃあ、ロゴだ。はい、というわけでね、今日はカーストにまつわる5つのノというテーマでやってきました。ね、カーストについては、もう偉い学者さんがいろいろ研究して、でもやっぱり統一した見解が生まれない非常に難しい問題なので、今回のね、動画もかなりシンプルには言ったつもりなんですけど、シンプルなゆえに、やっぱりちょっと間違えてるところとかもあるかもしれません。なので、ぜひね、そういうところはコメントでご指摘いただけるとありがたいです。はい、というわけでね、今後もこういった皆さんのためになる動画をね、継続的にアップしていきたいと思いますので、この動画いいなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画へ、シャロー、バイバイ。動画を見ていただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ば、おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS と、お SNS はごめん。